今日は学校っていうかクラスが最後の日です。はい、私はクラスが2つあってそのまま直行でバイト先に行くんですけど、今週が期末の週間となります。期末の週となります。今日は復習をするみたいです。イエーイ。おい、おい、あのな、アスバイオクラス of the entire universe. I mean, we still have to take biology next semester. For what? Don't laugh. It's the first time I've ever seen it. バイオロジーのクラス終わりました。なので今からバイトに向かいます。はい、今バイトから帰ってきました。今日でクラスが終わったのと、まだ3回目なんですけどバイトも終わりました。なのであとは期末勉強をするだけです。イエーイ。We last classes. Yeah. I hate this website. Wait.Oh my gosh. Okay. Did it work? Yay! Yeah. Yes! We did it, finally! Oh my gosh. It took us like 20 minutes. Go a little lower to the right, a little higher, a little higher, a little to the left, to the right. Okay, let's go. This is our reservation. That's someone else's. What time is it? It's like almost 3. Yeah, we only have like an hour and a half left. So we have to leave around 4. Just to hold in deep end.
7:39 and Lucy just left for her first exam today. Lucy finished her first two exams. I don't know, actually. It can go either way. How was yours? Mine was good. Really? Yeah, that's good. Yay. Oh my god. Oh no. Do you just want to get like paper towels from the bathroom? Yeah. Okay. I can't believe you're leaving. This is such a sad moment. I didn't bring my plant back. No. Should I get it? It's up to you. It's okay. I'm gonna let him die. Wait, but I feel sad because I was like, is it really gonna die? I don't know. Actually. Wait, let me look it up really quick. How long can bamboo live without water? 1人になりました。これからの予定なんですけど、月曜日に科学の試験がオンラインであるので、まあ、それの勉強するのと、今日の夕方夜にバイトで必要な CPR のトレーニングがあるので、それに行くためのなんかちょっと復習じゃないけどなんかしないといけないことがあるので、それをするのと、まだ1回も多分言ってなかったんですけど、私は日曜日に帰る予定です。ケミストリーの勉強はまだ全然始めてないので、それを頑張っていこうかなと思います。バイトの方の用事があって、それに行ってからまた図書館で勉強してパッキングとかも始めようかなと思ってます。
終わった、もう無理。できなかったんですけど、ドラッグテストをやってるクリニックみたいなところに行かないといけなかったんですけど、バスがそこのところまで行かなくて、私はそこで降りてそこから歩いてそこの場所に行かないといけなかったんですよ。しかもバスは1時間に1本しかないんですよ。だからパパパって終わらせて帰ろうと思って、すごい30分ぐらいバス時間かけて行ったら、バイト先がくれたその必要なフォームが期限が切れてて無理って言われて、ここまで来たのに無理と思ってどうしようとか思いながら親に連絡したら、いや電話してどうしたらいいか聞いたらいいやんって言ったんで、自分のバイト先に電話したんですけど出なくて、7回ぐらいかけてやっと出て新しいの送ってもらったんですけど、それでもう一回行って、すみませんこれできますかって言ったら、どうにかできて、でどうにかバスも乗れて、すっごい学校から離れてる場所やったのでめっちゃ不安やって、けど行きも帰りもバスとかでおった人はすごい優しくて話しかけてくれたりしてくれたんで、まあどうにかうまくいったからよかったなって思います。明日はおじさんがスーツケースを持って迎えに来てくれるので、今日はそれのためのパッキングもしていきたいと思っています。朝ごはん食べ終わったので今から図書館に行って勉強します。まだ図書館が開いたばっかなので誰もいません。今日はケミストリーの勉強するんですけど、ちょっと早めに終わらせて寮に戻ってパッキングしようかなと思います。少なすぎるのか多すぎるのか分からへん。なんか1ヶ月ちょっとあるし、多すぎるのかな、多分大丈夫かな。パッキングが完了したと思われます。あれもう寝て明日おばあちゃんの家に帰ります。初雪なんですけど歩道もなくなってるんで、どうしたらいいかわからない。一面真っ白。いやどうしましょう。スノーブーツの出番が来たかな。リストも終わって荷物も完璧です。あとは迎えに来てもらうだけです。はい、おばあちゃんの家に着きました。
今日はもうあとはのんびりしてちょっと試験の勉強もちゃんとして明日最後の科学の試験を受けたいと思います。今から試験を受けます。 I'm so nervous. I officially finished my first semester of college. Yay! Bye bye.